JLPT 日本語能力試験 N2 懲戒練習問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 1>, 1番。駅の窓口で男の人が料金について聞いています。男の人は全部でいくら支払いますかすみません。東京まで片道、大人二人、子供二人なんですが。自由席ですか指定席ですか指定席でお願いします。指定席は大人一人片道、 一万四千円です。小学生は大人料金の半額です。じゃあ、下の子は四歳だから無料ですね。はい。小学生未満のお子様は、ご両親のお膝の上で受ければ無料です。お席をお使いになる場合は、子供料金をいただいております。東京まで何時間かかりますか二時間半ぐらいです。 2時間半膝の上はちょっと。でも、妻と交代すれば大丈夫かなじゃあ、この子の分はいいです。はい、かしこまりました。では、東京まで普通車指定席3枚でいいですね。はい、それでお願いします。男の人は全部でいくら支払いますか 2番大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生は最初に何をしななければなりませんか夏休み中練習ないけど休みの間も引き続きみんなで集まって練習しないコーチは出張で参加できないけどメンバーだけで基礎トレーニングしたりしようよ。ぜひみんなも、 もっと練習したいって言ってましたえっと練習メニューはどうしましょうかコーチにもらった資料があるので僕が考えるよじゃあコーチに連絡を取って練習許可を取りましょうかメニューを決めるときにコーチに連絡取るからいいよそれより日程の調整してはいわかりましたみんなにメールして調整します うん、よろしく。日程が決まり次第、練習場所を確保しておいてもらえるはい、わかりました。女の学生は最初に何をしなければなりませんか三番、日本人の学生と 留学生が話しています。留学生は、この後、何をしなければなりませんかメールで送ってもらったスピーチコンテストの原稿を読んだよ。ね、どう思ううん。日本人の食生活についてだよね。留学生から見た日本人の食生活を見ているのが、なかなかいいと思うよ。本当うん。 でも、日本での食生活の具体的な経験を入れると、もっと良くなると思うよ。そうだね。ちょっと書き直してみる。文法や言葉遣いはどう文法は大丈夫。表現がちょっと硬いかな。でも、何を言いたいかよくわかるよ。ところで、練習してるうん。ビデオに撮って見直してる。 もしよかったら見てあげるよ何かアドバイスできるかも本当ありがとうじゃあビデオをメールで送るね留学生はこのあと何をしなければなりませんか<番> 男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後何をしますかねえ、社会学のレポートもう書いたうん、もう書いた。締め切り来週の月曜日だよね。なかなかレポートの参考資料が見つからなくて、インターネットでちょっと調べてみたんだけど、 私は先生に勧められた社会学入門って本、大学の書店で買ったよ。最初は私もインターネットで調べて書こうと思ったんだけど、やっぱりうまく書けそうになくて。それ、今持ってるうん、持ってるよ、これ。ねもしよかったら貸してもらえないかなごめん、鈴木さんに貸す約束したから。 このああ、そういえば佐藤さんもこの本持ってたよ。じゃあ聞いてみる。授業のノートも結構参考になったよ。うんそうだね。僕もノートは見てみたんだ。ありがとう。男の学生はこのあと何をしますか 5番電話で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後どうしますかはい、もし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 遅れてごめんなさい。今どこ映画館の前。でも今日はやってないよ。えごめん、調べとけばよかったね。どうしよっか 15分ぐらい歩いたとこにもう一つあるけど。15分それに同じ映画じゃないと思うし、映画はまた今度にしないそうだね。じゃあ、僕がよく行くカラオケボックスはこの間行ってみたいって言ってたよね。そこはどうそれいいね。 場所わかるえ、わからない。そこで待っててもらっていいわかった。でも寒いからすぐそばの喫茶店で待ってるよ。どこの映画館の前、本屋の上。うん、わかった。できるだけ早く行くね。

新製品の見本届いたい,いえそれが今週中には届くことになっておりますがうーんそれじゃ心配ねもう一度工場に連絡入れて確認してくれるはいあそれから新製品のパンフレット前に分かりにくいって言われた部分があったよねあそこ直したはい修正しました。 見てもらえますか。今度は先方に良い印象を持っていただけると思いますあそうありがとう今から会議なので後で見ておくねところで電車の切符はもう購入した指定席も忘れないではい指定席込みで買ってあります男の人はこのあと 何をしなければなりませんか七番大学で男の人と女の人が新入生歓迎会について話しています。男の人は参加者リストをどのように直さなければなりませんかあの先輩、これが 明日の新入生歓迎会の参加者リストです。あ、これね。ありがとう。わあたくさん集まったわね。今のところキャンセルはなしね。このリスト参加者に配るのよね。はい、プライバシーの問題があるから、メールアドレスは載せない方がいいんじゃない？それはそうですね。 それと、リストの順番は名前のあいうえ、お順ではなく学年順にしたんですけど、直した方がいいでしょうか？それはいいわ。では修正して明日お持ちします。明日は大学に来ないのでメールで送ってくれる。はい、わかりました。じゃあよろしくね。 男の人は参加者リストをどのように直さなければなりませんか回答